佐川和信は日本の法学者、政治家である、茨城県水戸市生まれ、中央大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修了、金属加工会社経営の傍ら、法学研究者として、早稲田大学、中央大学、茨城大学などで労働法を講義。百七十八年水戸市民の会を主催し、市民からの出発を発刊。 1984年、水戸市長に当選。1992年、水戸市長に参戦されたが、1993年8月、竹内藤雄の汚職事件による辞職に伴って、執行された茨城県知事選挙に出馬するため、水戸市長を退任。橋本正に敗れた。 1995年に入院、死去。2007年、水戸市名誉市民の称号が贈られた。水戸市には佐川文庫と呼ばれるものが2つある。一つは堀町の水戸市立西部図書館にあるもので、判例集や労働法に関する資料を中心としたコレクションである。病床にあった佐川が生前に西部図書館に寄贈する図書を自ら選定したもので。 当初約8000冊が寄贈され、2016年、現在は約4700冊が図書館で公開されている。もう一つは、高和田町にあり、佐川文庫という名前の施設である。設立、運営者は、佐川の姉、千鶴が勤め、図書館へ寄贈した後に残った佐川の蔵書に姉の CD を加えたものを基礎とし、新刊書や自動書、 図書館に寄贈したものと同じ図書を古書店で買い直したものを追加して一般に公開している。施設内にはスタインウェイサンズ製のピアノを備えた多目的ホールがあり、ピアニストを呼んでコンサートを開催している。ありがとうございます。